でどこにそう、ここは極楽さ。まんじゅう焼き鳥も食べ歩きできちゃうよ。レトロなカフェだがて何でもござんで、あ、食事も食って疲れたらタオル持って出発だ。露天風呂、ヒノキ風呂、みんなで入ろう。体のしんなるポカポカ、さあさあ肩までゆっくりと湯船つかってよいよいよい。さあさあ100まで数えたらそれで最高だよね。風呂場にはコーヒー牛乳、さあもう一度出かけます。そんなことしようとしたら一体何日かかると思ってるの？